1枚100円です。よかったらどんな絵本なのか少し見ていってください。どれもすっごく素敵な絵本なんですよ。はい、3点で500円になります。ありがとうございます。すごいすごい、ずっとお客さんが途切れないよ。おじいちゃん、うん、服も小物もみんな嬉しそうに買っていってくれるし、すっごく嬉しいね。でもそのおかげで休憩する時間がないよ。私、朝買ったお茶飲み終わっちゃったし、ちょっとやばいかも。みんな、お待たせ。遅れてごめんなさい。千里先輩、家を出る直前に事務所から連絡があって、スケジュールの相談をしていたの。そのせいで少し遅れてしまって、そのお詫びと言ってはなんだけど、はい、これお茶にコーヒー、それにジュースも。飲み物の他におにぎりやサンドイッチ、甘いものも買ってきてるから後で食べてね。それからお釣りがなくなるといけないと思って少し多めに両替してきたの。イブちゃん、ここに入れればいい？すごく忙しいみたいだし、交代で休憩に入りましょう。まずはひまりちゃんとはぐみちゃん、一旦呼び込みを中断して休憩に入って、その次はりみちゃんとイブちゃん。私はあまり目立つわけにはいかないから呼び込みはできないけど、売り物の受け渡しは任せて。遅れた分はしっかり取り戻してみせるわ。さあみんな、最後まで頑張りましょう。はい。ありがとうございました。やったねみんな、今のが最後の商品だよ。つまり完売ということですね。本当にすごいです。ええ、まさか本当に、それもこんなに早く完売するなんて。やったねハグ、おまとめプライス作戦大成功。うん、おまとめプライス作戦、それってもしかしてひまりちゃんのお洋服が入ってた？はい、売り物の服は全部チェスト用のカゴに入れて、そのカゴごとに値段をつけたんです。これならカゴに値札を一つだけつければいいからってハグが考えた作戦なんですよ。値札も大きいのがカゴについてたからすごくわかりやすかったみたい。探す楽しさもあるねってみんな喜んで見てくれたよ。お客さんも計算しやすかったみたいで、お会計もとってもスムーズでした。はぐみちゃん、すごいひらめきね。はぐみ、いっぱい考えてよかった。でも、フリマが成功したのはみんなのおかげだよ。特に千里先輩にはいっぱいお世話になっちゃった。書類とかよくわからないこともちゃんと教えてくれたし、さっきの休憩とかもはぐみじゃちゃんとできなかったと思う。だから、はい、これ、はぐみとそれからみんなからの感謝の気持ち。え、感謝の気持ちって、これ犬用のお椀とお揃いの絵柄のマグカップ？ピンポーン、大正解です。千里さん、この前犬飼ってるって言ってたじゃないですか。フリマが始まる前にあっちのお店で見つけて、もう絶対買うしかないって思って。4人ともほぼ同時にこれだって声を上げてたんですよね、リミさん。それで、それを見てたお店の人がそんなに喜んでもらえるならって私たちのために取っておいてくれたんです。ちなみにみんなへのお礼は別でちゃんと用意してあるんで安心してください。そうなの？聞いてないよ。だって秘密にしてたんだもん。もちろんハグの分もね。ハグのひらめきがなかったらきっとうまくいかなかったし、
私からの感謝の気持ちだよ。いいの？やったみんなありがとう。正直初めはどうなることかと思っていたけれど、みんなとの時間はとても楽しかったわ。このお椀とマグカップ大切にするわね。ねえみんな、時間もあるし、これからみんなでフリマ回っちゃおうよ。いいですね。実は私、気になるお店があるんです。あ、私も。それにあっちの方も見て回りたいな。うんうん、それじゃあイブチンが気になるお店から行っちゃおう。賛成。さ、サトさんも行きましょう。ちょっと待って、その前に売り上げを預けて片付けをしてからじゃないと。イエーイ、ゴーゴー。もうこら、片付けが先だって言ってるでしょ。